は、うどんさん買ってる？妹、あやこです。このチャンネルは、東京駅から物件まで走って物件を紹介するというチャンネルです。記念すべき第1件目は、文京区の千駄木です。それでは、早速行ってきまーす。ランウェイ。このチャンネルは妹あやこが東京駅からご紹介したい物件まで走り、実際にかかった時間、道中のおすすめポイントを紹介するチャンネルです。今回ご紹介する物件は文京区千駄木の新築戸建て、総距離は約7キロです。開始時刻は11時。それではランウェイ。まあ、ちょうど1キロぐらいのところまで来ました。さすが東京駅、車がいっぱいですね。だいぶ体も温まってきました。ここからこのスペースで行きたいと思います。結構車好きなんですけど、東京駅は四輪車両が走ってて楽しいです。坂の方たちが真剣に運転しております。皆さん、仕事頑張ってますね。そろそろ区境ですね。頑張ったね。この橋のここかな、真ん中。今のが区境で文京区に入りましたね。ちょうど 2.5 キロぐらいですね。と半分ぐらい、もうちょいかな、もうちょいで半分ぐらい物件まで差し掛かるところですね。私のことを見ない運転手さんはいないですね。いやー、恥ずかしいですね。こんなに視線を浴びることってない気がします。はい、では進んでいきたいと思います。はい、そうそう、ここ灯台ですよ。さすがなんか灯台の外国人観光客の方がいっぱいいますね。灯台赤門前通過します。これ写真撮影の間抜けちゃっていいかしら。ちょっと後ろから入っちゃおうかな。入っちゃおうかな。これ偶然入ったかな。ラッキーですね。まだもうちょっと行くと、おすすめの中華料理屋さんがあるってことなんで楽しみですね。嬉しい。こんにちは。郵便局の方が挨拶してくれました。東大といえば双子の研究をしてると、小さい頃に言われたんですが、まだやってるんですかね。私も行くはずだったかもしれないですが、喋ってる間に青になりました。ヒットというところで、もうそろそろですね、中華料理屋さんが出てくるというところで、ここバス停ですね、向こうが丘2丁目バス停のところですね。この先にあるということなので、あ、ここですね。皆さん、美味しいといえばどうやります？あ、ここです。ここ中華超特。ちなみに私はですね、美味しい時は、美味しい、うまーいで、やるとめちゃめちゃ美味しくなります。じゃあ先進んでいきます。じゃあ美味しい中華料理屋さんを後にして、物件までちゃんと向かいたいと思います。
い、ではそろそろ物件に着きそうですね。やったね。この辺かな。初回にして7キロ東京駅から走ってきましたが、めちゃめちゃ楽しかったです。ありがとうございました。こちらの物件、新築が建つということなんですが、気になる方はこちら SK トラストまで、あ、こちらですね、 SK トラストまでお問い合わせいただければと思います。それでは次回、あなたの街へランウェイ。